皆さんこんにちは。 Do it yourself へようこそ。今回は皆さんにルームバンドを使った指輪の作り方をお見せします。普通のルームバンドを使います。またルームボードも準備してください。かぎ針も必要となります。皆さんのお好きなかぎ針をお使いください。必要なゴムの数は1色が11本、もう1色が6本です。11本のゴムを使って指輪のこの縁を作ります。6本のゴムを使って内側を作ります。後ろはクリップを使って留めています。とても簡単ですぐ作ることができます。それでは始めましょう。今回は紫とピンクを使います。ルームボードはこのように矢印が自分の方向に向くようにしてください。紫のゴム1本を真ん中2本のピンにかけます。そして2番目のピンから3番目のピンへかけます。次は3番目のピンから外側の3番目のピンへかけます。ひし形を作るようにします。下に向かってゴムを1本、4番目のピンから内側の5番目のピンへかけます。反対側も同じようにひし形を作るようにゴムをかけていきます。また中央へかけます。再びゴム1本を中央の下のピンへかけます。最後のゴムは二重にしてこのようにかけてください。この2本のピンです。ここは二重にゴムをかけます。全体はこのようになります。次はピンクのゴムです。このゴムのかかっていない中央と左側のピンにかけます。時計回りと反対にピンクのゴムをかけていきます。全体はこのようになります。ゴムを少し下へずらしてください。最後のゴム1本を二重にして真ん中のピンへかけます。一番上へかけてください。それではかぎ針を使ってゴムを持ち上げていきます。中央の一番最後にかけたゴムを持ち上げていきます。紫のゴムの下のピンクのゴム、つまり一番上のピンクのゴムをこのようにかけます。全体はこのようになります。次も同じで一番上のピンクのゴムを持ち上げてピンへかけます。今回は時計回りに回っていきます。持ち上げるゴムはいつも紫の下のピンクのゴムです。ゴムをかけていけば緩くなっていくのでピンにかけやすくなっていきます。全体はこのようになります。矢印が自分の方向に向くようにします。そして真ん中の2番目のピンのゴムを上へかけます。そしてこのピンにかかっている下から2番目の紫のゴムを持ち上げてこちらのピンへかけます。外へ向かってかけます。次も同じで下の紫のゴムを持ち上げて隣のゴムへかけていきます。反対側も同じです。最後の紫のゴムを外側へかけます。こちらも一番下の紫のゴムを持ち上げて
次のピンへかけます。このピンも同じで一番下の紫のゴムを持ち上げます。ここにはたくさんゴムがかかっているので、正しいゴムを持ち上げるように気をつけてください。ここの最後のピンからも同じようにゴムを持ち上げてかけます。それではクリップを使ってゴムを取り外していきます。最初のゴムにかけたら、このようにルームボードからゴムを外していきます。ここに花の模様ができています。クリップを使って後ろを留めます。二重にかけたゴムにクリップをかけてください。これで完成です。ゴムが少しきついようであれば、もう一本ゴムを多くルームボードにかけてください。そうすることでゴムが少し大きくなります。全体はこのようになります。いかがでしたでしょうか。もしこのビデオを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。また皆さんのご意見ご感想もお待ちしております。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。